こんにちは。山本敏之です。それでは今日も戦略チャンネルで学んでいきましょう。第5回、マーケティング戦略。爆発的にスケールするマーケティングは、この順番でやればいいというテーマでお話ししていきたいと思います。戦略チャンネル山本敏之です。チャットワーク創業者で現在ビジネス YouTuber として活動しています。このジャンルは、どんな強い競合にも勝てるマーケティング戦略というジャンルになりますので、このジャンルの動画を他にも見たい場合は、この再生リストを再生してみてください。それでは早速内容に入っていきましょう。 三つのステップでお話ししていきたいと思います。スケールするマーケティングですね。やっていく場合なんですが、えっ、ー、と、まずまあ会社立ち上げても、マーケティングが全然こう、しっかりできていないという会社は、この順番でやっていけばいいかなと思うんですが、まず一つ目ですね。これはすべてあの、自社でできる内容ですね。自社でできる内容。ウェブ関連が主になりますけども、例えば SEO ですね。これ皆さんもね、されていらっしゃると思うんですけども、 この SEO をしっかりとやっていくというところ。そして、広告ね、予算をかけたリスティングですね。で、SNS、それは自社のサイト、そして、あの広告もありますね。Facebook 広告であったりとか Twitter 広告で。さらには、社長ブログ、そして YouTube チャンネルですね。自社の会社の公式チャンネルでもいいですし、社長のチャンネルでもいいですし、といった形で、自社に合った Web でやっていきましょうということですね。まず、その、 自分たちでできるところは自分たちでできるので、ここはもうやるかやらないかだけですねということです。で、ここでですね、しっかりとですねあの対策とかですね、実施ができてくれば、次の2番目のことがですね、起きてきますということです。 何かというと、特にまあ社長ブログとか、社長関連のことが多いかもしれません。社長の SNS とか多いかもしれませんが、そこからですね、講演してくれませんかという依頼がやってくるようになりますと。で、講演はちょっとみたいな感じで受けない方もいらっしゃると思うんですけども、その講演もしっかり受けてですね、直接的な、ね、売上につながらない講演でも を受けてみるということですね。で、それをしっかりとまたスケールさせるために、えー、講演動画に落として、で、講演しますって言うとですね、Facebook とか Twitter に投稿するとあ、講演行きたかった、聞きたかった、みたいな声が聞こえてくるので、これをですね、しっかりと私が今こう撮ってるようにですね、録画するソフトがありますので、その録画するソフトとかで、講演動画を録画して YouTube にアップしておくと、あ、行けなかったんですねって言っても YouTube 動画あるんで見てみてくださいねって言うとですね、その講演の話してる内容 もスケールするということになりますこの社長ブログからまた講演につなげていってさらにこう展開していくというやり方はまたあの PR 動画の方でお話ししていきたいなと思います社長ブランディングや PR 動画の方でお話ししていきたいと思いますでこれももですね講演も 出版もね、あれなんですが、自分たちだけではできないですね。ウェブのように自分たちだけで何か発信しようと思ったらできるのと違って、相手があってのことになってくるので、こちらでですね、しっかりと発信して、えー、お願いしたいですというふうに言っていただけるような、えー、しっかりとした発信をしていきましょうということです。で、次、もう少しハードルが上がってですね、出版ですね。これはあの、実際この1,2,3のステップは私が18年間経営していた中での順番だというふうに、 思ってくださいもちろん違うルートの行き方もあると思うんですけども、このルートが非常にその一般的にもやりやすいルートかなと思ってお話ししてるんですが、私の場合は社長ブログで非常にこうバズったツイッターの記事があったんですね。ツイッターの記事を書いたんですね。当時2009年ぐらいでもツイッターを全社導入するっていう記事を書いて、その成果報告をブログ記事で書いたところ、それが非常にこうバズりまして、 で、出版社の目に留まって、ツイッター、Twitter、の本書きませんかということで、iPhone とツイッターは、iPhone とツイッターで会社を儲かるっていう,うい一冊目のですね、書籍を書いて、で、さらにそこに Google の当時の社長、辻の社長と対談して、えー、書籍の表紙にですね、 えー、iPhone と Twitter とそして Google っていうですねもう表紙だけで、えー、ベストセラー確定みたいなあ戦略を練ってですね出版社とでそれで最初から3万部というですね、えー、書籍で3万部っていうのは、えー、3万部いけばベストセラーっていうふうに言われるんですけどももう本が出る前からベストセラー確定みたいな本になりましてさらには韓国語もバンバンですね同時に発売されるっていう形で1冊目にしてはもう非常にこうありえない、えー、形で出版することができたんですけども そういった形で、出版、社長本っていうのも非常にこう効果的ですとで。こういった活動をですね、どんどん続けていきながら、えー、さらにですね、えー、3番目、PR 戦略をですね、しっかりやっていきましょうということですね。もちろん継続的に Web の、ね、発信もやりながら、さらに講演や出版ですね、私も3冊ほど出しましたけども、そういった、えー、活動もしながら、さらにやはり一番こう、 スケールするっていうのはですね、何かというと、メディアですね、えー、PR 戦略が非常に重要になってくるということです。 ネットメディアですね。まずはネットメディアとかからですね、あの取材を受けることが多いですね。あのテレビとか雑誌とかだったら枠が限られているので、え本当にこう、まあ有名な方とかすでに、えー、取材をよく受けている方から、こうやっぱり、えー、取材を受けがちなんですけども、ネットメディアだったらそういった制限がないので、えー、ネットメディアからこう取材を受けていくことになったりすると思います。そうするとですね、雑誌とかの取材にこう繋がるんですね。で、雑誌の取材にこう繋がると、またそれがですね、えー テレビにつながるといきなりテレビってなかなか難しいんですね、えー、テレビの方もですねそのきっちりとこの人とかこの会社このサービスを取り上げていいのかということですね信憑性というか客観性というかを見ますのでネットでしっかりこう検索したりとかですねするんですねでもこういったそのネットの検索だけだと自分たちの発信だけなので信憑性というのはこうやっぱり担保されないので、えー、本であったりとかあとはそういったネットメディアとか雑誌とか で紹介されているところをこうやはりこうどうしても取り上げがちになるんです。ですからテレビで取り上げていただいていきなりこう取材されてバーンっていくっていうことは。 基本ないと思った方がいいです。積み上げ、積み上げなんですね。ですから、テレビで取材されるためには、こういったことを1番、2番をしっかりとやっていくということが重要かなと思います。で、テレビが出たりすると、また新聞とかラジオとかですね、そういった、また違うメディアで一気にスケールするようなところからの取材がやってくるという形で、この順番でやっていくことをお勧めします。で、番外編としましては、 え、その、コミュニティっていうのも作るといいかなと思います。これ何かというとですね、スケールするコミュニティを作るんですね。で、私の場合は、あの、大阪 IT 飲み会っていうの、IT 飲み会っていうのを最初立ち上げたんですけども、それはまあ IT 業界を良くするためにと思って立ち上げたんですが、それがですね、東京に派生して、でさらに、 国内ですね、札幌から九州までですね、どんどん広がっていって、で海外にも広がっていって、今ではこう40拠点ぐらいですね、えーす、コミュニティが広がっているんですね。でこれ何が起こるかというとですね、えー、コミュニティに参加するのももちろんいいんですけれども、主催するともちろん大変だったりすることもあるんですが、えー、このイベントがですね、開催されるたびに、その誰が主催者っていうのをこうね、見ていただけるので、非常にこう、 地域地域のリアルなこうマーケティングにこう、結果的にこう繋がったりするということがありますので、こういったコミュニティ、しかもスケールするコミュニティです。地域地域にスケールするコミュニティを自らが主催するっていうのも一つ大きな番外編のやり方としてあるのかなと思います。最後に、動画の最後からですね、ぜひチャンネル登録お願いします。 でえー、チャンネル登録した後に右側にこのベルのマークが出てきますので、このベルのマークもタップをお願いします。そうすると、ハの字のマークが出てきて、新着動画が出ると通知されますので、ぜひ登録お願いします。それでは明日も戦略チャンネルでどんどん学んでいきましょう。